シェア畑式菜園アドバイザーの下道です。今日はウリ科野菜の超簡単な撤去方法について紹介します。超簡単な方法ですので参考にしてみてください。皆さん方がキュウリ、カボチャ、ゴーヤ等の撤去をする際に、このように園芸用ネットにつるが絡んでいると思いますけども、このつるの絡んでいるところをハサミで茎を切断するんですけども、その際に園芸用ネットと一緒にハサミで切断しないように注意していただきたいと思います。で、このネットは長く使えますので、来年もまたこのネットを使います。その時にツルが絡んでたり、ネットがハサミで切れたりしてると、来年使用する時に非常に具合が悪いので、その辺も注意してネットからツルを離していただきたいと思います。このゴーヤを見てください。親ヅル、子ヅル、孫ヅルと非常に四方八方にツルが絡み合っておりますので、園芸用ネットからこれを撤去するには非常にストレスを感じ、大変な作業になります。このようにツルが絡み合っておりますので、なかなか取りづらいです。このゴーヤのツルを撤去するのに時間がかなりかかります。一人でやると1時間近くかかっていますので、一人では大変です。屋根の上の日よけの精度にも絡みついていますので、これを剥がすのがまた大変です。かぼちゃもこの防虫ネットの縫い目または網目の中に絡み合って非常に取りづらくなっております。でもキュウリとかゴーヤに比べるとツルが大きい関係で、それほど手間はかかりません。今見ていただいたようにツルが絡んで、大変です。これを簡単に取る方法を紹介します。このキュウリの根元を見てください。このキュウリをこのツルを撤去しやすいように、処置するには株元のから約30センチぐらいのところで切断してください。撤収する1週間ぐらい前にハサミで切ってください。そうしますと切断した上の方が1週間ほどでカラカラに乾きますので、こちらで切断してみてください。そして、最後に根元を抜きやすいように30センチぐらい余したところで切断していただきたいと思います。このキュウリの茎を見てください。1週間ほど前にカットしたものです。これがこのように枯れた状態でネットに絡んでおります。これを撤去するんですけども、その方法について紹介したいと思います。この通りツルもカラカラに乾いております。まずツルを約30センチぐらいの長さに切断していきます。そしてツルを結んでた麻ひもともきちんと取って、いただきたいと思います。来年またこの園芸用ネットは使いますので、こういうツルはきれいに引き離してください。こういうツルをきれいに取るためにはこの園芸用ネットをこのようにきれいに張った状態で作業をした方が効率が良くてストレスがたまんない
作業のやり方でありますので、転調した状態で引き剥がしてください。このように誘引した紐等もきれいにハサミ等で切って除去していただきたいと思います。これできれいにあっという間に撤去ができました。どうですか？ツタ等もすべて取り除いてありますのできれいです。最後に株元を引き抜きたいと思います。ああ、もう根が腐ってますね。1週間もするとすぐ腐りますので。以上です。今日は超簡単なウリ科野菜の撤去方法を紹介しました。シェア畑四季菜園アドバイザーの下道でした。チャンネル登録といいねボタン押してください。バイバーイ。またねー。